レンジャーズ、シャーザーが FA 大谷翔平を勧誘。お金よりも勝利の方が価値がある。サイ・ヤング賞を3度受賞したレンジャーズの先発右腕マックス・シャーザー選手がエンゼルスから FA となり、去就が注目される大谷翔平選手について語った内容が大きな注目を集めています。人気ポッドキャストファウルテリトリーに出演したシャーザー選手、大谷選手は MLB 史上最高額の5億ドル、約750億円超えの契約が確実視される中、ドジャース、ジャイアンツ、カブス、レッドソックスなどのビッグマーケットチームが獲得有利と見られており、シャーザー選手自身も、昨オフにメジャーで最も資金力を持つメッツと大型の複数年契約を結びました。しかしシーズン途中でレンジャーズにトレードで移籍し、球団初のワールドシリーズ制覇に貢献しました。そのシャーザー選手は番組で大谷選手に対するレンジャーズの誘い文句を問われ、お金は素晴らしいけど勝利はもっと素晴らしい、もし勝ちたいなら勝つためにここに来てほしい、お金よりも勝利の方が価値があると約束するよと勧誘。大谷の代理人ネズ・バレロ氏が交渉をリークしないよう各球団に求めていると伝えられているため、僕は球団の誰とも話はしていないよとも付け加えていました。そしてシャーザー選手は今季から導入されたピッチクロックについても言及。シャーザー選手は、データ上見ても分かる通り今年は投手の怪我の数も増えているけれど重症度も増しているというのがより問題というのが2人の代表的な医師の見解だ。ピッチクロックによって早く疲れが出るようになっているのは事実、先発投手はその疲れの中なんとか100球投げ切ろうとより強くボールを握ることになる。これは故障の深刻度が上がることにつながっているのだと思う。ピッチクロックだけが原因とは言えないけれど、投手が自身の腕が大丈夫だということを確認するのに数秒必要なのだとしたら、それは重視すべきであって、これ以上時間短縮するのは正直疑問だ。試合時間短縮は賛成だが、その命題のために投手の肘を犠牲にするべきではないと、同制度が投手の肩や肘にとって大きな負担となっていることを指摘していました。ピッチクロックの投手に対する影響については複数の医師も警鐘を鳴らしているといい、大谷選手のトミー・ジョン手術を担当したエラトラッシュ医師もその危険について言及しています。大谷翔平がずっと投手を続ける可能性はゼロ、球団幹部が指摘。少ない投手長期契約の成功例。その新天地について注目を集める中、新しい契約内容に大きく関わると言われているのが、大谷選手がいつまで投手を続けられるかという問題。大谷選手は2018年に大リーグへ移籍してからすでに2度右肘を痛めているということで、米スポーツ専門メディアジ・アスレチックは、翔平大谷の FA の価値は何か、各チームは投手の未来についてのアンサーなしに判断しているという記事で、複数球団の幹部に直撃取材した内容を報じています。大谷選手は今年8月に右肘を痛め、その後手術、来季は投手としては全休する必要があるとされています。その中であるア・リーグ球団の幹部は、彼は投手として復帰すると思う、一定期間投手として非常に良い成功を収めると思うと断言。その上で、私が知りたいのはいつまで投げたいと思っているのかだと、本人の意思の問題が大きいとしました。またあるな、リーグ球団幹部は、彼が投手として復帰する方にかけると、復帰が確実とは見ていない様子。さらに、どれだけ長くというところはわからない、難しい部分だ、耐久性はどうだろうかと少し懐疑的な見方を示しています。さらに、彼が投手を続けることを望もうが望むまいが、峠を越えられず投手として終わってしまう可能性はあるとするのは別のナ・リーグ球団幹部です。30歳の投手は通常4、6年、本当にラッキーなら7年の契約を得るもの、彼が予想される契約期間の長さだけ投手を続ける可能性はゼロだとして、そもそも大谷選手が大型契約を結ぶなら、その期間を投手として全うするとは考えていない様子でした。記事は、
今季ア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたヤンキースのゲリット・コール選手が先発投手として最長かつ最高額の契約、9年総額3億2400万ドル、約478億円の契約の4年目を終えたこと、過去にマックス・シャーザー選手とスティーブン・ストラスバーグ選手、デビッド・プライス選手が FA で総額2億ドル、約295億円を超える7年契約を結んでいると指摘した上で、十分なリターンを提供したのはシャーザーだけだと、そもそも投手の超大型契約が成功するケースが少ないと指摘しています。さらに、これらの投手のうち大きな肘の手術を2つ受けた者はいないとも指摘していました。ネット上では、快速球を失っても長く投手として活躍したバートロコローンみたいな例もあるからゼロとは言い切れないとは思うけど、投打二刀流でプレーし続けるのは難しいかもしれませんね。なんせ一つのシーズンでそれを現代のプロ野球でバムガーナーのようになら分かるけど、大谷のようにこなすことすら不可能だとされてきましたし、ただそう考えるとダルビッシュの36歳以上の投手が MLB 史上初の6年以上の契約というのは本当にすごいことなのだなと改めて感じさせられますよね。年齢的なものも少しは考慮されるのかもしれない。30代はスポーツ選手としては体力的には下り坂に差し掛かるという宿命は避けられない。20代よりもどうしても疲労の抜けも遅くなるだろうし、投手は特に野手に比べてスタミナを消耗するポジション、二刀流自体かなりスタミナ的にきつくなるのは避けられないのではないか。これからはこれを大谷選手の経験やテクニック、インサイドワークでうまくコントロールしていくことも必要になってくるのかも。大谷さんの二刀流へのこだわり、目標達成シートに見る緻密さ、私生活も睡眠、食事で疲労回復が全てメジャーリーガーも驚く徹底した自己管理、過去何度も大方の予想を覆してきた大谷さん、また覆すと思いますといったコメントが上がっていました。大谷翔平の FA をめぐるミステリー、米メディアが謎に包まれた FA 移籍条件について特集。その去就が注目されている大谷選手について、メジャー関係者の間でミステリーとされているのが、その移籍先チームの選定条件です。エンゼルスに所属した6年間で一度もポストシーズン出場を果たせなかっただけに、ワールドシリーズへの進出の可能性のあるチームが有力と見られていますが、米スポーツサイトのジ・アスレチックはそのミステリーについて特集記事を組みました。11月21日には CBC スポーツが記者座談会を開催し、ドジャースと13年5億ドル、約742億円で契約。ドジャースと10年5億ドル、約742億円が適しているだろうなどの予想記事を掲載しました。そしてその中でミステリーとされているのがその移籍条件。その座談会の中でデイン・テリー記者が、大谷は過去に複数の機会で勝つことが移籍先の選択で最優先になるだろうとのヒントを示してきたと説明しているように、過去に大谷選手が9月にヒリヒリした戦いをしたいなどと発言していることから、プレーオフ進出の可能性のある強豪チームへの移籍が条件の一つであることは間違いないとされています。しかし金額面も含めて、それ以外に大谷選手が求める移籍先に関する条件が一切表に出てきていません。その中でジ・アスレチックは、大谷は何を望んでいるのだろうか、前例のない FA 獲得争いの中心にあるミステリーとの見出しを取って、その真相を追求する異例の特集記事を掲載。大谷は勝ちたいと声に出してきたが、彼はチームの選手をより良いロースターを支えるためにより控えめな給与を受け入れるだろうか、彼に地理的な好みはあるのだろうか、契約の長さに執着するのだろうか、望むことを何でも彼が決定できるという権限を与えてまで各球団は獲得に必死になるだろうか、そう疑問を投げかけた同記事はナ・リーグの球団幹部の証言を紹介しました。私が耳にした全てのことから考えると、彼は金額では動かない。彼はそもそも6年前にメジャーに最初に来た時から多くの金を諦めている。だから金額の争いではなく、
彼が最も合っていると感じるチームはどこかということになるだろう。と、大谷選手は金額的な条件にはこだわらないとの見立てを語りました。同サイトは、6年前に大谷を説得するため、全てのチームは作戦を練り上げたが、その時も誰も彼の好みを知らなかった。彼はエンゼルス、マリナーズ、レンジャーズ、カブス、ドジャース、ジャイアンツ、パドレスの7球団を最終候補に絞った。その時はエンゼルスが勝ち、その他のチームは勝てなかった。今回についてはア・リーグの球団幹部の一人は、エンゼルスは他のチームよりも1億ドル、約148億円、多く提示しない限り再契約するチャンスはほとんどない、と示唆している。とも伝えていました。また2018年、2019年の2年間、大谷選手とエンゼルスでチームメイトだったコール・カルフーン選手らの声も紹介しています。カルフーンは大谷の通訳である水原一平氏にテキスト、メールを送り、大谷のプランについての情報をかき集めようと模索したが、何も役に立たなかった。大谷はプライベートな人間で、はっきりとした考えは隠してきた。彼について我々は何を知っているだろうか。そして同サイトは、ワールドベースボールクラシックで侍ジャパンの一員として大谷選手と一緒にプレーし、世界一となったカージナルスのラーズ・ヌートバー選手の意見も紹介。自分の感覚としては、彼は史上最高になりたがっている。しかし、それを今まで公に口にしたことはないと思う。彼と一緒にプレーして、彼がどのように振る舞い、どれだけ謙虚な男であるかを目にしてきた。彼はとんでもなく競争意識が高く、他の選手たちよりも少しばかり物静かだが、彼は史上最高になりたがっていると思う。と、史上最高になれる球団が移籍先の条件であることを明かしています。最後にカルフーン選手の、大谷がどのような契約を結ぼうと、彼の契約は長年にわたり他と比較できないものになるだろう。比較するものは何だ、ベーブ・ルースだろうか。比較対象はそれだけだろう。という声を紹介しました。そして、レッドソックスが1920年にベーブ・ルースを10万ドルでヤンキースへトレードし、ブロードウェイのショーの資金を調達した。その際には FA は存在していなかった。という昔話を伝え、大谷選手の今回の移籍が歴史的なものになるという見方を示しました。日本時間の12月5日から始まるウィンターミーティングの期間中に大谷選手が決断を下すのではないかと予想されていますが、果たして大谷選手はどれくらいの契約でどこの球団のユニフォームに袖を通すことになるのでしょうか。